デビッド・ポーコックはオーストラリアの元ラグビー選手。ポジションはオープンサイドフランカー。1988年4月23日、ジンバブエのクーエルで生まれる。身長183センチメートル、体重100キログラム。愛称はバムバム。2002年、オーストラリアに移住、ブリスベンのアングリカンチャーチェグラマースクール卒業。 スクール在学時の2005年、ラグビーオーストラリア高校代表に選出される。アングリカンチャーチグラマースクールのラグビークラブのトップチームには、クエード・クーパーがいた。2006年、スーパー14、現、スーパーラグビーのウェスタンフォースに加入。2007年、オーストラリア A 代表に選出、パシフィック・ネーションズ・カップに出場、多くのゲームでマン・オブ・ザ・マッチになる活躍を見せる。 2008年、ワラビーズに選出、イタリア戦で代表デビュー。それまで長くワラビーズのフランカーを務めてきた、ジョージ・スミスと同じポジションのため、後半からか、スミス欠場の場合の出場だったが、2010年から、先発に定着し、同年、ラグビー協会のザ・2010ジョニー・イールズメダルを受賞。翌年のワールドカップの代表、スコットに選出される。二千十三年、 ブランビーズに移籍。2015年のワールドカップメンバーに選出され、個人での最多ターンオーバー数を記録した。2016年3年契約でパナソニックワイルドナイツに加入。同年12月10日に行われたジャパンラグビートップリーグ第11節のホンダヒート戦にて先発出場で日本での公式戦初出場を果たす。2020年1月。 群馬県大田市の自宅近に監視カメラを取り付けて野生のタヌキの撮影に成功したと自身のツイッターで動画と共に報告した。同年10月、現役を引退した。ありがとうございます。